受付を開始します。中央と地方の精鋭が互いの意地をかけてぶつかります。ダートの帝王決定戦、いよいよスタートです。さあ飛び出した12頭、まずまず揃って飛び出しました。注目の先行争いでありますが、ロングロードが行く構え、そしてそのうちに2番用事モナーク、それから鉄の飛竜、内を通りまして6番マックスプリート、その外にインディアンキル、ベストセーリング、10番スピリットエビス。第1コーナーに向かいます。12頭、そのうち5番チャンピオンスター、シローランドが、その後ろ1番ミスター東人、この辺りちょっと離れている8番成田ハヤブサ、コリムプリンスがそのうちにいます。もう一度前の方でありますが、先頭を行くのは2番ヨージモナーク、2馬身リード、これを追って3番ロングロードであります。そしてその後ろから6番マックスフリート、外から1頭インディアンキル、鉄の飛竜が並んでいっています。そして6番手に10番スピリットエビスであります。そのうちからはベストセーリング、そして外からは5番チャンピオンスター、もう1頭シローランド、その後ろ3馬身くらいあって1番ミスター東人、そして1番人気の成田ハヤブサ、なかなかいい感じ。帝王の称号をかけて残すは直線386メートルです。成田ハヤブサはまだ後方、ようやく追い込み体勢、ジョージモナークが抜け出した、ロブロード先頭に立った、先頭ロブロード、しかし差はそれほどでもない、ここからどう伸びるか、シローランド、シローランドが差を詰めてきた、ロブロードが完全に抜けた、外から突っ込んできた、シローランド、シローランドが3番手外を通って、シローランドか1着3番ロブロード、 G17 勝目、獲得賞金は6000枚突破。6番。